松田彗星は、日本の陸上競技選手で、専門種目は中距離走、長距離走、マラソン、大発工業に所属。第101回日本陸上選手権、女子1万メートル優勝、第37回、第39回大阪国際女子マラソン各優勝。その期待抜かれた腹筋から、何和の腹筋女王と呼ばれている。大阪市出身。 大阪市立オリオの小学校、大阪市立山和川中学校、大阪カオル英女、学院高校を卒業大阪カオル英女、学院高校時代に3年連続で全国高校駅伝に出場した。1年時には2区を担当し、15位でタスキを受けたが4人を抜き、区間10位だった。この時の区間賞は横江理沙であり、同学年の関根花川にも及ばなかった。 二年次にも二区を担当。一区、大森夏木からトップと四秒差の二位と高一で、タスキを受けるとトップに立ち、二位に11秒差をつけて三区にタスキをなぐ構想で、前年敗れた横枝を抑えて、区間賞を獲得した。チームは総合5位だった。三年次はエース区間の一区を担当したが、弓崎が二年連続区間賞を獲得し、トップと八秒差。 区間3位の関根と6秒差の9位に終わった。大発に所属後、1万メートルに注力していたが、2018年1月の第37回大阪国際女子マラソンでフルマラソンにデビュー。2 0トル給水所でスペシャルドリンクを取り損ねた安藤由香に自らのドリンクを手渡し、そのスポーツマンシップの素晴らしさが話題となった。2 5トル付近では、 大阪カオ薫英女学院校の一年後輩でも、あった前、田穂南が、ペースメーカーの前に飛び出したが、26km から、松田水星もペースメーカーの前に出て、追いかけ距離を詰めていき 31km 付近で、逆転した。結果2時間22分44秒という好タイムで、いきなり初マラソンで、初優勝するとともに、マラソングランドチャンピオンシップへの出場権も、 獲得した。2018年9月のベルリンマラソンで2度目のフルマラソンに挑戦。レース序盤から5トルごとのラップを16分台、後半と積極的に飛ばし、中間点は1時間10分59秒で、通過直後に前田実るみに追いつかれるも、その後巻き返して2時間22分23秒と、自身のベストタイムを21秒更新と同時に、 大発記録を更新して日本女子トップの5位に入った。しかしゴール後の松田は最低でも21分台を狙っていたのでまだ実力不足。日本とは雰囲気が違った。来年の MGC で必ず優勝できるように頑張りたいと悔し涙を浮かべた。大阪国際女子マラソンでの功績が認められ2018年に 活躍した競技者や競技を通じて社会に貢献した選手に贈られる日本陸連アスレティックアワード2018で新人賞を獲得した2019年9月15日開催の MGC 女子マラソン本番に出場スタート直後からハイペースで飛ばす人やママオの先頭集団に序盤の 1km 過ぎで早々遅れ始めたが 10km 手前で 戦闘集団へ追いつく。だが1 4トル付近で、再び集団から脱落し、6位に交代。その後は2 3トル地点で、安藤由加24キロ2 4トル地点で、福祉かよこのはコール勢2人を追い越して4位に浮上する。しかし結果は、3位の小原玲に45秒差で届かず、4位に終わり、東京五輪内定選出は果たせなかった。 MGC ファイナルチャレンジ第2弾となる2020年1月26日の第39回大阪国際女子マラソンへエントリー。合法から 5km ごとに16分30秒台と高速ペースで走行する今回ペースメーカー役を務めた新谷ひとみらの戦闘集団へ積極果敢についていった。メートル地点で谷本寛月メートル過ぎで 小原玲、2 0キロメートル付近で福祉会横が次々と交代する中、日本女子は松田和とのみ優勝争いに加わる展開に。2 4トル過ぎで松田とミミベレテの二人が集団から抜け出してデッドヒートとなったが、3 1トル付近で松田がロングスパートを仕掛け、ベレテを引き離すと、その後は松田の完全独走状態に。 35km 以降でややペースは落ちたものの、結果マラソン自己ベストを36秒更新する2時間21分47秒の高記録で2年ぶり2回目の東大会優勝を成し遂げる。さらに MGC ファイナルチャレンジ派遣記録の2時間22分22秒を上回ったため、松田が暫定的に東京五輪女子マラソン、 日本代表の3人目の有力候補に名乗りを上げた。ところが、2020年3月8日開催の名古屋、ウィメンズマラソン2020で優勝した人山真央が、松田の記録を1分18秒も上回る2時間20分29秒のゴールタイムを出したため、松田の東京五輪女子マラソン日本代表入りへの切符を逃してしまう。なお、昨年9月の MGC で4位に入ったことにより、 MGC3 位の小原玲と共に補欠に選出。4日後の同年3月12日、福島県郡山市で開かれたマラソン代表会見において、女子マラソン選出の一山の隣席に座った補欠2番手の松田は、正直なところ、まだ気持ちの整理がついていないので、再スタートを切れるくらいに気持ちを整えてからチャレンジしたいと、五輪落選の無念の涙を流し、 声を詰まらせながら振り絞るようにコメントした。ありがとうございます。